ですね、うん、そうだから子が大人はさ見て見ぬふりする大人なんかもいっぱいいるし、うん、言うのなんか本当はさ嫌だけども言わなきゃいけないっていう責任感の立場に横井さんはいるから、そうですね、うん、だからそこはムッとしないでみんなちゃんと聞くんだよっていう、うんうん、ことを言ってくれる人が一番自分に大切な人だから、うんうん、大人になるとさ自分のことなんかみんな知らんぷりされちゃうと、うん、あ孤独だな、あなんか村上春樹のスタイルみたいな話になってくるので、うん、これはねやっぱり言ってもらってるうち怒られてるうちが花だみたいな、うんうん、まあ勉強はできて点数いい方がいいんだけど、うんうん、そうかそうか、じゃあとにかく残り、56日というのは今のもう分かりやすい日数になってきてますんで、うん、多分これが配信される頃にはもう50切ってるんで、50切ってるか50ジャストぐらい、うんうん、っていうことなので、うん、津山校は、はい、中3は今何人なんですか。今8です、ね、8人が、うん、少なくなってきてるし、うん、毎年8人に、まあじゃあ集中して、うん、これからの2月、うん、それから3月前半まで、はい、横井さんの最終のこれなんだトレーニングが、始まりますね、始まりますんで、うん、そのね8人を後藤おじさんは応援してますからね、みんなのね頑張りを諦めずにね、うん、最後のこの何十日っていうところ乗り切ってほしいなと、うん、後藤もね高校受験の時はね結構ね勉強できた方だからねみんな俺バカな方ではなかったからね、だからテスト勉強とか、うん、頑張るとあ喜びになるみたいな、うん、風な感覚はぜひ本当だよっつってのをお伝えしたいんです、うんうん、ちゃんとそこそこの偏差値でしたからね中3の時はね、はい、で昔のことですから、うん、まあ40年前の受験って偏差値なんていう言い方しなかったんですけども、うんうん、宮城県はそんな田舎で、うん、でもね東京の方とかは当然偏差値教育は40年前もあったもんですから、うん、私関東の高校行ったんですよ。おー、うん、で、まあ、横浜に進学したのでその時に行ってみたらもうみんな当たり前に偏差値の話題してるようなことを宮城の田舎から行って、うん、ああここに受かったぐらいだからまあ、んなバカじゃねえんだなみたいな風には感じました、うんうん、宮城県各都道府県で試験があって仙台の上杉の NHK の会議室に、うん、1月だったな1月試験があって、うん40人ぐらい宮城県で受験来たんですよ、うんうん、でも私入学した時宮城から1人だったんですよ。40分の1といえば、うんうん、宮城県はそうなんですけども、うんうん、単純にあれなんですよ、メーカーの私立高校なんですよ。あーメーカーさんがなんかやってるみたいな、昔当時40年前は自動車メーカートヨタも、うん、日産も、うん高校を持ってたんです。へえ。それで私は日産の高校に入ったんです。はいはい、はい、で日産は横浜が本社で、うん、それで栃木静岡それから福岡県、うん、ここが一番大きい生産工場があるところでしたから、うん、その栃木静岡福岡県から大量に地元の高校生が、中学生がいっぱい受けてくるんですよ、うん、で宮城県は、まあ、工場もないもんですからね、あんまり受からないっていうのはそういう意味だと思うんですけども、うんうん、当時はトヨタよりもシェア良かったんですよ日産。お日本の技術の日産とかってね、コマーシャルしていた時代で、はい、でそこに入ってその最初にちょっとお話ししたようなへんてこな数学とかも毎週あって、うんはいはい、で金属加工みたいな授業もあって、うん、鉄を熱くして水で冷やすと何倍強度が上がるとか、うんはいはい、そういう金属の特性みたいなものとかもやらされたんですよ、はい、で普通に英語とか国語とか、
もあったので、うん、ここを卒業するのに4年かかるんです。4年、うん、最後 あの4年目はね、あのスクーリングなんですけどね、うんうん、そういうところに行ったんだぞ、後藤は、ね、だからあの、まあ、都会にも行きたかったんですけど、遊ぶ時間全然なかったですね、うん、あと寮生活なんで、はい、先輩もめっちゃ怖いんですよ。ああの福岡県の、うん、あの方言とか、うん、ヤクザ映画みたいなんですよ、うん、もうそういう先輩と1年目の時は同じ部屋に入って、あのね、なんか奴隷みたいな生活なんですよ、はい、うん、ちょっとなんか買ってこいみたいな使い走りは、うん、もう1年生の義務みたいな感じで、うん、500人、もっと言うと600人ぐらいの量でしたね。でかいっすね。そんな風呂入る時とかまでそうですからね。まあ地獄みたいな面もありましたけど、でも今思うとすごくいい経験だったなって、うん、今だから言えるみたいなこともありますんで、今から高校受験で寮生活するような、うんうん、ちょっと親元離れてっていうようなね、進路目指してる人は後藤は応援したい、うんうん、また来年受験とか、うんうん、そういう人たちにも選択肢としては、まあスポーツの関連なんかでしたらね、うんうん、寮生活とか下宿みたいなのも未だにあるんだと思うんですが、まあ、勉強プラスなんかその高校でやっぱり生活が変わるみたいなこともかなりドキドキしますから、ね、そうです ね、うん、中学校まではまあ知ってる小学校からみんな来てるメンバーだから、うんうん、世界があの想像つくじゃないですか、うん、中学までですとね、高校行くと知らない町からのこう同級生が来るんで、うんうん、だから高校になったらっていうあの青いこう夢みたいなものがありますよね、高校受験するときって。そうですね、うんうん、デビューみたいなのとかさ、うん、高校行ったら俺は変わるんだみたいな、はいはい、なんかそんなものもいいんじゃない、受験の乗り越えるモチベーションにしてさ、うん、そう思いますね、うん、なんかね、本当切り替えのすごいスイッチのタイミングですね、やっぱ人生の中で大きいですよね、ここはでかいですね、うん、で、まあ、当然その先の進路に直結してくるんで、うんうん、だから中3の時によく考えておくといいんですよね。そうなんですよ、大学行ってからゆっくり考えますっていうやついますけど、うん、そこだとちょっと違うんですよね。違いますね全然違うだから中3の時に、まあ今の受験中3生はもう突き進むしかないけど、うん、今の中2、中1、うんうん、あのね、中3の決断が一生に一番大きい影響あるようなあります気がします。うんうん、そこでよく考えておけば後々楽だって言うと変だけど、うんうん、どうせ考えるんだから後に回しちゃうよ、ね、うん、うん、まああのそんな言ったって全然想像つかないんだよっていうのも分かりますからね、うん、だからまあ分かるまで、まあ勉強と同じなんだけど、あの検索したりあの知ってる人に聞いたり、うん、とにかく最初に情報をインプットしないと分かんないものは永遠に分かんないんで、うんうん、勉強に似た感じではあるけど、最初調べるしかないですよね。そうですね、調べるしかないかな、うん、まああの職業感覚ってんなの分かんねえよとか、あと何のために働くの、金のためでしょみたいなことを、ね、冷めたこと言う中学生もいるのも分かりますけど、あのね、ひろゆきが全てじゃないからねと、うん、あのあだってひろゆきだってさ、よく考えたらよく働いてると思いますよ、うんうん、あのちょっとしたジャニーズ事務所のやつより忙しいと思いますよ。あれだけのメディアの露出を見ると、うん、本当にやる気がなかったらできない仕事量だなと思うので、でそこまで自分のなんつうの喋ってますね。